はい、こんにちは。今日はですね、カートコバのギターサウンドですねの、EU テロ系のサウンドですねをやってみたいなと思います。ということで、今日は、カートコバームスタングですねと、この赤黒のボーダーニットを着てみました。この時期はちょっと暑いですね。ということで、EU テロですね系の、エフェクターですねを、まず紹介した方がいいかなと思いますので、ですね、よいしょ、こちらですね。サンズアンプクラシックですね。基本的に、アルバムもあとライブツアーですねもインユーテロの曲をやるときは、このエフェクターを使ってたみたいですね。カートと同じサンズアンプクラシックの初期型ですね。クラシックという表記がないものですね。いろいろつまみとかも多いんですけども、僕も使い方あんまりよくわかんないので、カートのそのまま同じセッティングしてます。この真ん中のスイッチですねは右から上上上下下上上という感じで、あとつまみですねはですね、プレゼンスとアンプフィルターがマックスですね。で、ハイが、11時方向ですね。カートも、こういった感じのセッティングだったそうです。はい、それではですね、何曲かちょっと弾いてみようかなと思います。サンズアンプクラシックを、ディストーションのように、カートと同じようにディストーションのように使うとこんな感じの音になりますね。
はい、という感じですね。ちょっとハートシェプトとかちょっとやってみようかなと思うんですけど、サンズアンプクラシックの音で、まあインユーテロ系の音ですよね。系というかインユーテロで使われてた音ですね。まあ、結構独特の音ではあるんですけども、アルバムだったりライブの音に近いなと思っております。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。